みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナーム、福島県南相馬市の素晴らしいもみじの情報をこの度お届けいたします。見ててね。うわー。取材をしたのは2023年の11月です。福島県のここに宝蔵寺がございます。メニューはこんな感じ。最後までご覧ください。宝蔵寺とは、西暦801年、征夷大将軍坂上の田村麻呂公が建てたと言われております。こちらの仁王門は、藩主が寄進したものなんですね。境内の中には、弁天池、国蔵堂などなど、相馬地方のとっても有名な古いお寺の一つとして知られています。境内はこのようになっています。結構広いんですよね。参道を歩いていくと、もう、はい、見事に色づきまくっちゃってます。綺麗。青空と赤のコントラスト、たまんねえですね。宝蔵寺さんはこうした大きな楓が特徴です。はい、そして境内にはさすが有名な古刹だけあって、たくさんの参拝客で賑わっております。わあ、こんにちは、撮ってます。ご住職です。こんにちは。ご住職もインスタ写真を撮影中です。すごいですね。あ、弁財天様もいらっしゃいます。今日は特別にご開帳中です、はい、このもみじ祭り期間ですね。はい、いや素敵だぜ。でご本堂も行きましょう。本堂の前もしっかり弘法大師の後ろのもみじ色づき始めています。あら、和傘のね、こちら装飾が映えてますよね。可愛らしいです。そしてこの本堂の中にはこのお寺の歴史を物語る室町時代のものが残されています。これお札をするためのものなんですけど、しっかりすすがいっぱいついてて、いっぱいすられたんだなっていう歴史の蓄積を感じますよね。3つもありました。国蔵堂という建物があって、これ国蔵菩薩というものを祀るんですが、もともとは鎌倉時代の始まり、江戸時代に燃えたものを再建して今に伝わっています。牛と虎の方角を守るので、牛と虎さんが横にいるんですよね。これよく見たらわかります。かわいい、癒されすぎる。そしてこの楓の木ですよ。樹齢400年、もうこれでこそお寺でもみじを鑑賞する醍醐味みたいなお話聞いてください。この弁財天が背負う大きな楓の木、これが樹齢400年。もう一つあちら、めっちゃ水の中からボーッと生えている、こちらも樹齢400年。うー、かっこいい。どっちかの楓の木が源義経の従者だった佐藤忠信さんの妻楓さんが手植えした木という伝説があるそうです。どっちかわかんない。もし伝説通りだと樹齢800年のはずなんですが、まあどっかで入れ替えてね、枯れちゃったから植え替えて今400年だろうねみたいな緩めの解釈まあ、楓の木自体の樹齢が400年程度なので、一回枯れてさらにそれを増やしたんだか植え替えたんだかで、まあ、このどっちかがその佐藤忠信さんの妻楓姫が手植えして楓の木ということですね。こちらの紅葉が名所なのはもう昔からその楓姫が植えてかららしいんですけど、江戸時代にこの辺のお奉行様がものすごくもみじ綺麗だということで、みんなでもみじ狩りにねいらっしゃったんですって。そしたら当時の江戸時代の住職がそれが煩わしいって言ってもみじの木切っちゃったんですってまあそれぐらいここは昔からもみじの名所でいろんな人が訪れてるよっていう、まあ、全部切っちゃった後でもこうやって復活してね、今本当に毎年来てるんやでっていうおばあちゃんとか、なんかワンちゃん連れの人がもうこれ何年目の写真だろうねとか言いながら撮ってました。非常に素敵な名所で、あっちでですね今集合写真を撮ってるんですけど、シャッターを押してるのが住職っていうねいいなぁ、いい場所ですね。はい、この向こうに海岸線があるんですが、 3.11 の時はあそこの海岸線からこのビニールハウスとかちょっと先ぐらいですかね、津波がうわーっと来たそうです。ここでですね避難してきた住民の皆さんとね海を見ていたそうですよ。
恐ろしいですね。ということで一通り巡ったので、この後夜ライトアップ始まるまでしばし休憩させていただきます。お楽しみに。はい、夜になりました。夜のライトアップめっちゃかっこいい。これもういつまでも見上げてられますね。さあ、いろいろ巡ってまいりましょう。わあ、もう和傘、これ光当たるんかいっていうね。もうシャッター止まりませんよ。そしてこの赤が燃えるようにメラメラとメラメラと、もう大興奮。自分まで真っ赤に染まっちゃってありがとうみたいな。綺麗。あ、ちょっと跳ねないで。私跳ねないで。で、弁財天がでっかいもみじを背負っているように神々しく輝いておりますよ。で、そしてね、家族連れのお客さんもたくさんいたり、おじいちゃんおばあちゃんが来てたりね。なんか雰囲気本当に良かったんですよね。めちゃめちゃ癒される。これ本堂の前のエリアですね。まだ色づきが2割ぐらいかな。緑っぽいもみじもまたいいですよね。で、この和傘がね、すごい映えていて、足元も可愛く照らされてキラキラしてていいんですよ。お寺ですよ。あ、なんか、やばい、人がいる。はい、これ、住職でした。ご安心ください。はい、まあ、こんな遊びに付き合ってくださる優しいご住職ということで、本当にこの度、丁寧に優しくおもてなししていただきましたよ。な、綺麗な花手水。あ、そして綺麗なお池に映る楓。もうほんといろんな角度から届けたい。もうぜひ行ってほしい、このお寺。木造堂もしっかり光が当たっていて、かっこよさ100万倍でした。そして実はこのもみじの景色からぐるーっと視界を駐車場の方に回していくとね、寒桜が咲いてるの。で、薄ピンクにライトアップされて、こっちもバチバチ綺麗です。すっごい下からのライトですけれども、今日はここで終わります。いや、すっごく綺麗なライトアップを味わいました。福島県宝蔵寺さんです。福島のお寺ね、南相馬にもこんないいお寺があったんですね、ということをお届けして今日は終わりたいと思います。では、宝蔵寺さんありがとうございました。おまけで福島県の石仏の旅をお届けします。はい、石仏巡り一つ目、百尺観音。これね、昭和から荒さんという方が手作りで始めて、まだまだ建設中です。かわいい。続いて大悲山の石仏。これすごいんですよ。福島県でも最大級の石仏群で、まずはこの薬師堂の石仏。これ2、3メートルあるのがね、この立体感。で、絵文線とかよく見るとめっちゃ上手なんですね。で、その右手には、でね、ちょっと結構もう摩耗が進んでしまってわかんないんだけども、なんとなくこの仏様いるよなみたいな、くぼみがちょうどそれっぽい感じに色が、また不思議でかっこよかった。ナム。そしてさらに驚いたのがこの観音堂石仏。こちらすごいんですよ。見てください、まずこの規模のお堂。中入っていきますよ。くぐるでしょ、自家製さで電気つくでしょ。15メートル見上げると上にほら手がいっぱい残ってるんです。で、化仏が結構まだ残っていたりしてね。これ一番驚いた石仏様です。あ、彩色も結構残ってますね。ナム。そして大楽院というのがお世話になったお坊さんのお寺なんですけれども、非常に地域に愛されているお寺様で、ここ握手できるご菩提様がいました。これも石仏。後半駆け足でお届けしましたが、最後発達海岸の弁天島でお別れです。歴史ある紅葉の景色、それが南相馬市にもあるんだな、福島のお寺巡り楽しいなという思い出とともにお別れをさせていただきます。宝蔵寺様、本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ナームー。